農業に関わる高校生などを支援しようと、JA バンク静岡が県教育委員会に助成金400万円を送りました。昨日、県庁で行われた贈呈式には、県教育長や JA バンク静岡の関係者などが参加しました。JA バンク静岡では、2016年から農業の担い手の育成を支援しようと、 県内の農業高校が取り組む実習や視察などの研究費用を助成しています贈呈式では J バンク静岡の田代義彦理事長から木内直秀県教育長に助成金400万円の目録が手渡されました二代手があっての農業の継続だと思ってますので我が方にぜひ農業に参加してもらって あの農業静岡県の農業を盛り上げていただきたいなそのためのお手伝いを我々していきたいなというように思っています今回、贈られた助成金は県内の農業高校など実行で役立てられるということです。